このパッチではルームアンビエント的なリバーブを全体に使っています。次はそれをオフにして弾いてみます。次はいわゆる普通のリバーブを加えます。次、リレーを加えます。このパッチではボリュームペダルをアンプより前に置いています。そのためボリュームの変化だけでなく歪みの深さもコントロールできるんです。ボリュームペダルの動きと音質の変化をチェックしてみてください。このポジションが 100% でボリュームペダルマックスになります。Mm-hmm.